前回までの土の中、また花壇がリセットされました。花壇のレベルが上がりました。ウケる。ガーン。愛を確かめ合う二人、青春ですね。ウケる。おう、ヒボボ。ウケる。先生、それセクハラです。いやあ、先生、気をしてよ。土の中、園芸部のエトセトラ。前回のこの話はいいや。パート4になりましたが、で、今回はね、作者さんと話し合いまして、どうもね、切な気をつけエンドっていうのがこのゲームに合うらしい。話を聞くところによると、花壇を、まあ、ランクの低めの花でいっぱいにしたら、その即切な気付けエンドになるみたいなんで、がもう1周目はね、そのエンディングを見に行きたいと思います。つまり花をバンバン植えまくる、それをメインの目標にして、そのサブとしてちょっと前回出てきた高麗先生のイベントを見たいっていうのと、高麗先生が言おったよな、確か部員を20名にするがなんとかみたいな話しちゃったんで、それもちょっとサブミッションぐらいな感じでやっていきたいなと思います。今回はそういうパートにしたいというわけで、とりあえずは勝利。回収。これ何？ポピー。あ、ポピーかこれ。あ、これポピーなんじゃ。ポピーってこんな感じの、クキが出るんじゃ。クキって言うのかな。まあ、いいや。乾いとう、弦水あげる。乾いとうやつは全部水あげましょう。ムジラだけ食って、その上で水全部水やるのに、あと残り精神力1という状態。確かにこれはやばいな。これ部員どんどん増やさんかったらちょっと、ここはちょっと叫びに部員を増やしとった方がいいと見た。ちゃ、間違えた。部員招集じゃないわ。ちゃうって。間違えた。こっち勧誘活動じゃ。あー、二人も増えた。よっしゃ、狙い通りです。よし。お ?5 万円つ。今ちょっとヒップボーダモスが5万円つな顔しとったよ。ここまで育ってきたからな。チェック、乾いとる、水をやる、スタミナが9になってるからな、順調。今は生えとる分に関しては順調だろう。種はもうなかったはずやけん、ちょっと新しいの植えたいな俺。そうなると、というわけで収集活動をでいこうか。チューリ、おお、結構ランク高そうなん来た。これ植えていいんかな。ランク高そうやけど、これ植えていいんかな。あ、そうじゃ、そうだそう。言おったな、確か。どうやったっけ、日誌とか、日誌どれ、日誌があって、なんか、活動日誌的なのが確かあったと思うんですよ。あったと思うんですけど、作者さんが言おったんですよ。それみたいな、どこもらってない。もらってないって言うのは、もらうもんなんじゃ、日誌。誰にやらもらうんだ、これ。って言うんは聞かん方がいいな。自分で探り当てた方がいいんだな、俺。日誌もらえそうなって言ったら、コムの先生やな。呼ぼうか。よし。ここはノーヒントで行こう。ノーヒントで。先生、友達を呼ぶやけんな。先生呼ぶん、友達を呼ぶのコメントやけんな。友達を扱いしてるからな。のね、上の人間には、とりあえず礼儀は持っておかな。あかんよ。小荒井先生を呼びました。何かわからないことがあったら何でも質問してね。あ、先生、今まさにわからないことがありました。どうやって日誌をもらえるんですかって言ったら、コメントで作者さんが人集めたらもらえるよ、かっこヒントっていうヒントをもらえたんで。あ、先生、あ、もういいです。もういいです。先生、もういいです。私。質問だったら何でも答えてくれるんですか。うわ、お前、人もまず、まさかちょっとエッチな質問を承知してるな、お前。先生の生活棟はどこですかみたいな感じで、ね、狙おうとしている。先生の生活棟を狙おうとしているな、お前。いつからそんなにエッチな人間になったんだ、ヒップホップダンス。場合により距離かな。年とかスリーサイズは答えないから。興味ありません。満面の笑みです。よかった、ヒップホップダンスはヒップホップダンスでした。エッチなヒップホップダンスではない。
ヒポポタウスのエッチはそういう意味のエッチではなかった。よかった。さて、人を集めたらもらえるってことを考えたら、あ、それこそ20人か、もしかしてそれこそ20人なんかな。ってことで、残りの体力2をもう部員を集めるに勧誘活動でいきます。あー、お、結構育ってきとんね、これ。なにこれ、な猫じゃらしみたいな生えてきた。百日草でこんな感じなんじゃ。猫じゃらしにしか私には見えない。素人の私には猫じゃらしにしか見えません。捕獲、あれ、あ、そうじゃそうじゃほら、テントウムシ、あれじゃ、アブラムシ食ってくれるやつじゃん。やけ、あ、テントウムシは回収せん方がいいんか、これ。ランク下がったけど。そうやな、アブラムシっていう茎とか花とか食うような虫を退治してくれるんだよな、テントウムシは。残しておいた方が、いい感じのやつじゃない、よく考えたら。100日草が邪魔してその向こう側の花に水やれんのやから、これ100日草が邪魔して向こう側にカーソル合わせれんのやから。やばい、向こう側に触れることができないという謎のゲームシステム的な壁ができてる、これ。おいおい、お前正面におるんやけ、お前も 水やるの手伝えよ、お前正面のやつ。おい、え、後列、あ、こんなやつ、こんなしてまんの、あ、そういう、すごいな。こうなることを想定してこういうシステム作ってんじゃん。すげえな。よかった。システム上の壁から脱出できたわ。ありがとうございます。あ、水やったな。キノコ。ブナシメジ。キノコの子の子、元気な子の歌にも出てくるブナシメジやないか。ブナシメジできたわ。いちいちだったら大体乾いてしまうけん、水やりは必須になってしまう。ブナシメジが出てきたんよな。でもムジナタケっていう回復確定アイテムがあるけん、さっきこっち使います。やっぱスタミナが欲しいな、これ。勧誘活動、いけ。あとか、人気が足らない、人気が足りないんだな。わかった、これ以上人気上げていかなあかんわけだよ。人気ダンスだ、踊れ踊れ。そうだ、殻を脱ぎ捨てて、お前どんだけ殻脱ぎ捨てないの、お前、お前それ毎度毎度言うけどさ、お前どんだけ殻着てんだ、お前引きこもりレベルじゃないか、殻の被り方が引きこもりレベルじゃないのか、お前。またお前出てきた。あ、そうかそうか、そうか、お前前回のパートで参加し始めたんやな、たし。待てよ、お前、参加し始めたか？嫌だねって言って終わったんじゃなかったっけ？あ、でもよかった。一人増えたんじゃ、こっちの人でも。イケメンがおどいよけんさ。女の子ファンがつき始まるはず。花は咲かせた。ちょうどいい。ちょうどいい。ちょっと別に、笑うとこではないのかね。なんかちょっと笑ってもらうけど、ちょうどいい。ちょうどいい。なんか笑ってもだわ。収穫できるん、え、そもそも収穫するもんなんこれ。え、でも花壇いっぱいにしなあかんけん、収穫したらあかんのじゃない、エンディング見るためには。そう考えたらダメやな。ちょうどいい。あ、そこそこ、お、完全に育てきったらちょうどいいの状態になるんか、そういうことかな。まあいいや、笑いだけ笑いだけとかあんの、わあ、これ食ってみたいやけど、わあ、これこれ食ってみたいわ、これ食ってみたいわ。笑い使いってスタミナ全損するんかな。後で食おう。っていうか、スタミナ1の状態で食おう。もうよ、次の日に言いついていた時に食おう、これ。いいもんあるじゃないですか。作者さん、いいもん用意してるじゃないか。なんかワクワクするもん用意してますね、お前。あ、そうか、こっちは実がつけてないけん、かえ収穫とかないんじゃ。そうか、そうか。ちょうどいいんやな。育ちきったらちょうどいいになる感じ。これもか。あれ？これは育ちきってないだろうに。よし。
佐々木さんが収集活動いっぱい収集活動してくださいっていうコメントがあったんで収集活動しとこう。ないな花の種。うん、なかなか見つからんな。せっかく木村津くんが手伝ってくれてるというのになんだか申し訳ないな。あ、みんなに内緒でちょっと休憩しちゃう。ぬ、抜き書きはよくないぜ。お前休憩のことをなんかいやらしい意味に捉えてるだろお前。青少年お前。おい、いやらしい青少年よ。大丈夫大丈夫。そう、そこまで言うならちょっと休もうか。お前キムに頭の中でいやらしい妄想してるだろお前。ちょっと今は制服脱ぎ捨てようとするヒポナマスを想像してるだろお前。うふふ、そうくらくっちゃ。お、ヒットボーダーバスもそのうふふの言い方は絶対勘違いする。童貞の男の子は絶対勘違いするから。実はね、これをこっそり木村くんだけに食べてほしかったんだ。え、いい匂いがする続いたけど中身は何だろう。これは手作りのベリーパイ。全部木村くんにあげる。私の気持ち。やめろヒットボーダーバス。それキムニーにとっては誤解されるやつ。うんうんうん、甘くて美味しいよ。どうしてこんな手の込んだお菓子をおだけに。私の気持ちって言ったじゃない。ああやばいよ、キムニーの頭の中じゃさ、ドブロック出てきたよ。多分今頃ドブロックの曲が流れてるよ。もしかしたけど、もしかしたけど、ヒポポタマスは気があるんじゃないの。絶対そうだろ。戻ってきた。もうどうだ。妄想。今ちょっとキムリーの妄想見せられてたの俺。幻覚だったよ。幻覚見せられてるよこれ。楽しそうだね。何を考えてるの。さっきから出てきたり、物をなんとかげない表情を浮かべたり、何を考えているんだろう。ちょっとな。じゃあ集中ワードに行ってくるね。なんか不気味なのでさっさと退散しよう。俺も行く。へ、一人で大丈夫だよ。置いてくなよ。水仙を手に入れました。その流れで水仙どう思っとるんよ。回収された水仙どう思っとるよ。好展開の後に水仙出されてさ、水仙くんはねちょっとね気分ちょっとだだ下がりだよ。水仙くんの気持ちになってみなよみんな。さてどうしよう。水分はもうだいたいよく感じとるからだ。いっぱい収集活動してくださいってことなんで、もう一回ぐらいやってもいいだろう。マリーゴールドまだまだ。ホワイトストロベリー、百日草、チューリップ。あ、でも収集活動しまくってもさ、植える回数決まっとうけんな。じゃあすごいブルーな気持ちの状態で入ってきた水仙を植えてあげよう。この辺かな。で、曖昧やけど15回ぐらい収集すると設計作業イベント始まる。そうなんじゃ。まあいいや。そんじゃあ収集活動はもうこれぐらいでいいやろ。植えれる数が1日3本やけん、まあそんなにとってもなかなか植える機会がなくなってくる。じゃあ部員勧誘よりもさっき人気集め開けた方が。ももちゃん、ミドルネーム、人気上がる。疲れた。5万円ず見てください、このヒポーラマスの5万円ず。あとキムに焼きに出てくるなお前。花咲かせたな。潤っている。水をあげたわけないものにさらに潤い始めてきたんじゃ。これは残しておく。あ、向こう側のポピーも騒いどんでないか。いつもいいか。こっちも潤っとんかな。潤っとる。これ百日草、
中学ランク F なんじゃ。百日草結構おしゃれなんやけど、ランク F なんじゃ。ランクの定義がよくわからんけど、収穫しました、収集しました、収集しました。適当。あ、収集やってくれないんですか。あ、収集か、収穫やってしまった。一本抜いてもだ、一本抜いてもだ、一本抜いてもだ、一本抜いてもだ。植えて、新しいやつ植えていかなあかん。新しいやつ植えていかなあかんやつ。やってもだ、やってもだ。株、あ、そうか、株育ったんじゃ。株だって、ももちゃん食べに来い。来ないのかな、株出てきたな。株だー、みんな株だー。食してみます。回復だー、回復せんでもいいところにタイミングで、もうちょい体力減った状態で食えばよかった。やってもだー。こんなことがある。推薦、これもいいや。これじゃ、ワイドトロベリー、ワイドトロベリー、うろっている、うろっている。よし、もう全部見たな、だいたいうろってきたな。よし、結構スタミナ、水をあげる必要がなくなり始めてきとんやな。てかよう見たら、あれか、雨降りよんか、これ。うろっているってよう見たら、そうかそうか、だからうおっとんが。天気のところ見てなかったけど、よう見たら雨降りよんだよ、これ。そういうことだったんじゃ。なるほどね。天気見てなかったよ。よし、じゃあこれを後期と見て、スタミナをちょっとこっちの人気集め、収集活動にしよう。施設計算イベントが始まりますって言うけどさ、この施設計算イベントをどんどん起こしたいな。ヒヤシンス、チューリップ来たー。ヒヤシ、お前や。あれ、セスケさんイベントじゃなかった。違うやつのイベントが始まった。なかなか見つからないね。腹の種は小さいものだから簡単に見つからないんだよね。だけど、ナナイ君が協力してくれるおかげで助かってるよ。ありがとうね。これだけ大地を掘り起こしてるっていうのに、見つかるのはマガタモやドキだけだ。いやー、だけあがり、よう見つからない、お前。なんなん、これも学校の近くって、なんかそういう賑わとったん、古墳時代とかそのあたりに賑わとった地域だ。残念残念。それを狙って掘ってるでしょう。ふふ、どうだろうね。ヒフォーダマス、こいつの顔面グーで殴っても誰も怒らないぞ。よし、来ない。スタミナが1になりました。ここでちょっとアイテムを使って回復したいけど、あ、そうじゃ、笑いだけの存在忘れた。笑いだけ使おう、この体力1の状態で。俺の予想だったらさ、笑い疲れて体力が減りましたみたいな展開になりそうやけど、わざわざ HP1、 精神力1の状態で使います。いけですよね、そんな気がしとったわ。今日は晴れ。ってことは乾いとけ、水がちょっと欲しいんじゃないの？ちょうどいいか。まあ、潤っているの状態だったけん。あ、乾いとんで、乾いとんで。オッケーオッケー。乾いてる。晴れるときは乾いてしまう。まあ、そりゃそうか。乾いてなかったな。オッケー。じゃあ、収集活動入ります。来たか！とうとう俺のイベント来たー。節約ケースキー出ました。節約ケースキーが指一本立て長きました。こういう時の節約ケースキーは何か悪いことを企んでるぞ。手伝ってくれてありがとうね、節約ケースキーくん。いいぜ、たまにはこうして手伝わないとな。ねえねえ、次はどんな動画を作るの？めっちゃ興味持ってくれてるよ。どうしようね、何かぶっ飛んだ企画を思いつけばそれをやりたいね。そうやな、ぶっ飛んだ企画ね。近所の家の窓から爆竹投げ込むとか、そういうのはどうかな。ぶっ飛んだ企画ね。花壇に自生するキノコ食べる選手権とか。将棋が死ぬって、実況動画のために命まりは捨てんといて。
ここに3つの記録があります。どれか1つだけ食べられないものがありますが、どれだ。ちょっとやばい、これはちょっと生命の危機を感じるやつじゃ。でもこれ見たことない、いや見たことあるんやけど、見たことあるんやけど、どれがどれっていう覚えてないからな、お前。俺赤好きやけ、赤にかける。紫ダメだろお前。これって紫しめじだったっけ、紫キノコだったっけ、そんな名前の回復、あの精神力食うやつじゃないかお前。よう考えたらこれ、これは違うわ、これは違うやんお前。茶色と赤いやつ、赤でなんか危ない感じがするな。お茶色か、自信ないけど無駄な色し、これはな。じゃあ食べてみてよ。よう見たよ、これ赤いやつパラセクトやないかお前。茶色もらいだけな、これ。なんで、冗談ですよ。これは実は、もらいだけと言って。はぁ、ひゅーひゅー。あれ、もしかして食べちゃった。へらへら、はぁ、ひゅーひゅー。やばい。もらいだけのせいで、俺がバイキンマンになってしまったじゃん。ま、楽しそうだし、いっか。どういう流れだ、なぜポッピーが出てきた。今のなぜ流れでなんでポッピー出てきた。まあよかった、死なんかっただけでよかった。笑いだけだったんだよ茶色。ってことは赤、赤正解だった。いえいえ、ポケモンのパラセクト的なちょっとしびれそうな胞子を持てそうなあれが正解だった。マジかよ、マジなのかよ。はあ、見かけによって、見かけで選んだらあかんのやな。よし、続きやります。どうしようかな。水はあなただよな。じゃあ収集活動もういいや。人気集めじゃ、人気集め3人で人気が上がる。あ、体力がなくなった。結構人気のゲージが上がってきたけん、多分この状態で勧誘活動したらいけるんじゃないか。いけ、よっしゃー、スタミナが煮上がる。どうした、誰だお前は、突然出来上がって。これ、え、誰だお前は、コライ先生かお前。おい、桜井で、あ、待てよ、これ渡したいものがあったんだ。え、もしかしてこれ。廊下を歩いていたら先生が呼び止めてきた。なんだろうと思って近寄ると一冊のノートが渡された。わ、これもしかしてデスノート、デスノートや。以前の園芸部部長に頼まれたのすっかり忘れてたよ。汚い道具だったからお前が園芸部を立ち上げるなんて言い出せなかったら危うく捨てるところだった。それは泥色を濁した跡がある古いノートだった。中を見てみると部活の日誌のようで、植物の育て方や様子、種を購入した場所まで細かく細かに書かれていた。その後もしかして何々をして死亡とか書いてないかな。つまり育て方、こういう育て方をしてから死ぬみたいな死に方しとんじゃないかな。過去の先輩方の中にそういう死に方しとる人おるかな。そして裏表紙に記入者と思われる人の名前があった。え、大浅洋次郎。これ間違えて大麻洋次郎って呼ばれる時があるんじゃないかな。なるほど、この人があの方を作った人なのか。この人に会いたい。この卒業生だということは確かなのだから、実家は学校からそう遠くない場所にあるはず。それを聞くと先生は辛そうな顔をしてうつむいた。どうした。タイマヨはもうあれだじゃん、タイマ呼んでた。間違えてタイマ呼んでた。わかった、こいつのあたたはタイマだ。ダメだ、そういう不謹慎やあたたやめよう。大朝、あれ大朝だったっけ、あれごめん。もう名前、正しい名前の読み方飛んだんやけど、まあいいや。そして先生は話してくれた。大朝先輩が大朝で会ったっけ。本当に大朝とも呼ぶよなこれ、確か俺の覚えてる限り。が、私と同じように園芸が大好きだったことや、卒業後も花壇の様子を気にしていたこと、そしてバイク事故でお亡くなりになられたこと。バイク事故か、こんな大切なものを。桜井に渡した方が
タイムも喜ぶと思ったんだ。もうタイマーで統一します。私はそのノートをギュッと抱えた。その日からだろうか。死神が見えるようになった。よっしゃー、これで出てきたな。ようやくこの部活日誌。おうおう。シーズリスト。タレのリストやな。いろいろありますな。考察。ランクとかがあって。まあ俺はそんな溺れるわけないけん、ちょっとそんなんはいいや。テントウムシおるな。こいつは潰したらダメ。かわいだる。後輩のシステムの使い方も分かってきた。じゃあここまで来たけん、何しようかな。種、まだ持っとったはず。これを植えます。ウェルスペースがどんどんなくなってくるという、素晴らしい。テントウムシ邪魔じゃない？テントウムシ邪魔じゃないこれ。テントウムシ邪魔ちゃうこれ。なんかそんな気がしてきたんやけど。テントウムシウェルスペース1個潰してないよ、お前。なあ、おい。テントウムシ邪魔してないか、お前。さらっとお前。まあいいや。んじゃあどうしようかな。コーライ先生のイベントでも見とこうか。なんかあるだろう。コーライ先生引き出すぞ、お前の情報。先生質問です。おお、質問タイムだ。なんだね桜井くん。先生はどうしてスリッパへ中庭に来るんですか。上履きに履き替えてくるべきだと思います。ガチな質問。ガチな注意入りました。いやー、面倒なもんだね。ごめで物臭な性質なんだ。しかも悪趣味な柄だと思います。毒キノコの方がまだ可愛いです。ああ聞こえません。毒の歌を歌って去っていった。茶化しながら逃げていった。悪意ある質問を開い開いても逃げ合わせていってしまうのが先生の姿だと思う。でもさ、そういうさ、ちょっと自分に都合の悪いのもんからさ、かわしていくも人生生きる。どうした？私はそんな先生が面白くて大好きだ。そういうところ好きなんだ。めんどくそがってるところ好きなのか、お前。物好きだな、お前は。じゃあどうしようかな。でも、スタミナが11だとしても、もうちょい勧誘活動を続けたいなって思いながら。回復。勧誘。あん。もう一丁勧誘。あん。あ、できた。久しぶりももちゃんできた。どうした。君さ、ここに来るたびに泣いてるね、君。おう、読みたら雨降りよんね。じゃあ水やるのもういいってことか。オッケーオッケーオッケー牧場。あ、もうちゃん泣きやんだ。どうしたお前。ちょっと情緒不安定な。なんでいきなり泣きやんだ。何があったお前。それは食べなかったな。ポッピー適当にポッピーにした。ウェルスペースなくなった。これなくなった。これ全部育てたら設計エンドは見えるか。ラストスパートやん。どうですか瀬坂圭介さん、どういう感じで心境で言いますか。お、次の動画なんだけど瀬坂圭介くんが解説してみてよ。俺を解説するの。ああ、新しいなこれ。え、つまり実況役と解説役入れ替えるってことか。おお、斬新じゃないか。漫才コンビのボケとツッコミ入れ替えるようなもんか。違うな。なんでそれと一緒にした。なんかそれと一緒にするのはなんか違う気がするけど。え、俺植物のことには詳しくないし、
できるかな、できるけど、うふふふふ。大丈夫大丈夫、カンペは作ってあげる。それに誰でも知ってる植物だから解説しやすいと思うし。誰でも知ってる植物か。タンポポとかにしてくれよ、お前。本当に誰でも知ってるやつじゃないとダメよ、お前。タンポポとかそのあたりにしてよ、お前。わかった。で、これがその植物になります。カンペと一緒に、節田圭介君のポケットに入れておくね。ちょ、勝手に入れないで。痛い、押し込めないで。明日が楽しみだね。あ、つまり次の日になってから、また友達を呼ぶで俺選んだら出てくるってことか、その展開が。よし、次の日が楽しみになった。ももちゃんの登場はちょっと今回少ないっていうかさ、最近ももちゃんのイベント見ない気がするけんね。ももちゃんっぽいっす、かわいいっていうコメントもあるし。見とこ、一回。ひもものおすちゃんは、晴れのひも。あれ、こんな声だったっけ、あれ、こんな声だったっけ、ももちゃんの声がちょっとどんなだったか忘れてないか、もうやってなさすぎて。ひもものおすちゃん、え、こんな声だったっけ、俺。あれ、おかしい。ももちゃんの声が出んようになった。こんな声だったっけ、こんな声だったっけ。ひもものおすちゃんは、晴れの日も雨の日も、毎日鼻を背負してて偉いよね。好きでやってることだから、全然偉くないよ。むしろみんなには付き合ってもらって申し訳ないくらいだと思ってる。付き合ってもらってって、みんな絶対そんな風に思ってないかも。でも何か申し訳なく思ってるんだったら何か起これ。そうだな、チョコレート、チョコレートが食べたい。え、私は好きでビフォーズちゃんと一緒に超えてるんだよ。多分センちゃんも気分も同じだと思う。そっちの方が嬉しいかな。なんか全体的にももちゃんの声こんなんだったっけって思い始めてきた。たまにこういう声がちょっと不調な時がある切ない健介です。よし、この調子でちょっとイベント全部見てしまおうかな、全員分。俺とももちゃんと先生見たな。せんちゃん、そういうせんちゃんミドルネーム、お前のイベントも見とくぞ、お前。あじゃないんだよ。なんだいきなりあって、お前。宇宙人を見たようなやつやめろ、お前。何？いつものように、さっそうとやってきたけれど、制服に泥がついていた、七井くんの姿を見て、微笑ましくなった。泥棒で帰ってくる息子を見るお母さんか、お前は。本当に発掘好きなんだね。きっとどこかで発掘作業をしてきてつけてきた泥汚れなんだろう。かわいいものだ。お母さんじゃないか。もうお母さん目線だよ、お前。だから何なの、人を見てニヤニヤするなよ。少し怒り気味に言ってからハッとして自分の体を見渡す。泥はねついてて。桜井も人が悪いんだ、俺のことを笑い物にするなんて。いつか見返しするぞ。うん、これは足かけてひっくり返してスカートペラーってめくってパンツが見えるぐらいの仕事をしてほしい。頑張れ、ミドルネーム。応援してるぞ。パンツが見たいとかそういう意味ではありません。諦めてよ、七井くんが言うと怖い。好感度アップ。よっしゃ、最後キム兄者。お前も見とくぞ、お前一回ぐらい。あまり勢いついてもダメなだろうが。どうしたの？この前お前に拒まれて気づいたんだ。押すだけじゃいけないのだな。お互い歩み寄ることも必要なのだろう。何に悩んでるのかと、お前は私のせいだった。何気ない言動に一喜一憂されるというのも慎重になるな。何気ない日、私の一言がキム兄を傷つけた。そんな顔してるなんて木村君らしくないよ。でもなんかいいことを悟っているような気もするので、邪魔せず無駄なコメントを返しておく。そうかな。うん、じゃあ俺の胸に飛び込んでこい。はい、ここに多分俺がおったらこいつの顔をビンタしてます。ああ、すぐそうやって変なことばっかり言う。こんな人間にはなりたくないなって鈴田圭介は思いました。
よし、全員分のイベント見たし、ちゃんと人気集めとかそっちの方に戻っていきます。なぜ水をやらんでいいからな。雨は降ってるから。どうしようかな。人気集めいっぱい入れて、そうそう、新しいメンバーが来る、来たーこれ。お、イベント来た。七井くん、その踊り、やけにうまいね。私たちの踊りとは違うみたいだけど、何踊ってるの？アイヌの民族舞踊だよ。姉ちゃんがジャニーズ事務所に俺の履歴書を勝手に送ったら、一次試験パスしたから面接の時踊った。送ったんじゃ。ジャニーズ事務所送ったんじゃ。あるあるやん、これ。ジャニーズあるあるやん、お前。家族が勝手に送って今ジャニーズになってますっていう、ジャニーズのあるあるやん、お前。すごいね。七井くんってすごいけど変わった人だよな。いや、このゲームの人全員変わってるからな、お前。このゲームに出てくる人で変わってない人なんか一人もいねえからな。何お前、一言だと思ってんだ、お前は。いいこと聞いた。そのお客さん、前、私のダンスって音に出会った。愛の民謡部、民族舞踊は素晴らしいよ。他にも、インドの少数派民族の舞踊や、遊牧民族の舞踊も踊れる。教えてあげるよ。俺を舞踊に誘ったのは桜井だろ。そんなこと言うなよ。鼻の髄まで染み込むほど民族舞踊を叩き込んであげるから。うわ、次の日、ヒッポダマスは筋肉痛になったそうです。よっしゃー、その民族舞踊を踊れるようになった成果を見せてくれ。勧誘活動。きたー、やる、民族舞踊やる。二人集めてきた。おうおう、疲れただろう。休め休め。どうした？高校一年の春、その日の午後は大雨だった。せっかく咲いたばかりのマリーゴールドの花が全部落ちてしまい、悲しい気持ちで下駄箱へやってきた私は、傘なんて持ってなかったけど、こんな気分だからと感情的に浸って傘もささずに外に出た。3月の雨はまだ冷たくて、明日は風邪でもひいちゃうんじゃないかなと思ったけど、それでもいいかなって思えた。初めて学校で探した花が一日も持たずに落ちてしまった悲しみはこんなものではない。おい！その時、誰かに声をかけられた。誰だ？こんな声で呼んだけど誰だ？これで女の人だったら、おい！いや、おいって言う女の人ちょっと嫌やな。ちゃうな、男だろうけど、誰だろう？もう誰だろう？人がこんなに悲しい思いをしているのに、何の用事があるんだと言うんだ。振り向くと、大きな体にきつい目つきの男子が、水色の折りたたみ傘に入っていた。入ってきな。それが番長と呼ばれている木村君ということにはすぐに気づいた。それでも恐怖感が生まれなかったのは、顔に似合わないファンシーな柄の傘を使っていたからでも、体が大きすぎて傘からはみ出していたからでも、耳まで真っ赤になって視線を合わせてくれなかったからでもなくて。寒いだろ。私の心の寒さまで分かってくれたからだと思う。寒いです。感情的に酔っていた自分が急に恥ずかしくなって笑うと、木村君は私を傘に入れてくれて、タオルで頭や顔を拭いてくれた。吠えてまうやろ。寒かったけど頭にかけてくれたタオルは暖かかった。このタオルもまたファンシーな動物柄なのか可愛らしかった。バス停まで送ればいいのか。お願いします。怖い顔だけど怖い人ではないんだな。雪道。そう思うとちょっとだけ安心して、少しだけ一緒に歩いた。何の言葉も交わさないでバス停まで送り届けると、木村君は一言、お前にはどんな害虫も寄せつけないからな。よくわからない一言を残して走り去っていった。うん、意味がわからない。 Facebook のネタにしよう。
困ったことがあったらいつでも助けてやるみたいな意味なのかもしれない。未だによくわからないけど、それが木村くんとの出会いだった。とても優しい人なんだなって思ってたから、木村くんが学校一喧嘩が強いって言われてもしばらく信用できなかったんだ。何してんだ？ちょっと考え事してた。へえ、新しく花が咲いたから似合いついてるかと思ったよ。開花の嬉しさを読まれてしまった。私の心は木村くんよりも単純なのかもしれない。マリーゴールド、綺麗に咲いてたよね。ああ、思い出したぞ。この花の名前はマリーゴールドか。好きな花だったんだけど、名前をすっかり忘れてしまったけど。大丈夫大丈夫。俺このゲームのキャラクターの名前大体忘れてるから。こうしてけなげに咲いていると嬉しいもんだよな。マリーゴールドは聖母マリアの黄金の花なんて言われているだけあって、花言葉も素敵なんだよ。花言葉、聖母マリアの黄金の花ね。花言葉、おっぱいよかな。なんだ。なんでそこ俺に答えさせるん。ふざけろって言うの、それふざけろって言うの。聖母マリアか。悪をくじく聖母マリア。悪をくじく、はは、聖母マリアだからかな。何が聖母マリアだからだなんてな。もう聖母マリアにはそんな要素あるかお前。木村くんにお願いがあるんだ。それなんだ、それなんなん。2つぐらいクリック押してたら突っ込むことを覚えてほしいみたいな感じのことは言うんじゃない。あんまり喧嘩しないで。あ、普通の話だった。あんまり喧嘩しないで。気がしてほしくないし、人にもさせてほしくないから。木村くんと出会ったの2年前の春に。マリーゴールドが咲いていたのはそれを教えたかったからじゃないかなって思うの。わかったよ、努力はする。木村くんはそう言うといつも通り笑った。これでよかったんだよね。ああ、話はよかったと思うけどさ、ただ一つ言わせて。悪をくじくの話いる？